皆さんは山本博史という人物をご存知でしょうか。彼は山口組で組長になれなかったことから、組を脱退し、裏切りという形で一和会を結成した男です。また、暴力団の歴史上最悪の抗争と言われている山一抗争を起こした張本人でもあります。しかし、最終的には悲惨な末路を迎えることになるのです。今回は山本博史の生い立ちと彼の周りで起きた事件について、当時のエピソードを交えながらご紹介していきます。山本博史は1925年兵庫県の淡路島で生まれました。しかし彼の実家は貧しく、2歳の時には姉の嫁ぎ先の養子に出されます。その後中学を卒業した山本は戦争のために海兵団として出兵しました。そして1947年に復員し、知人の紹介で兵庫県尼崎市の土建業である白石組に入社します。さらに彼はここで神戸港の港湾荷役業に従事し、勤勉さと才覚を評価された山本は新設した運輸業の会社で監査役にも抜擢されました。ここで彼は乱暴で荒くれ者が多かった従業員をうまくまとめ、業績も伸ばしていったことで事業主の白石からその手腕を認められるようになります。またこの白石という男は三代目山口組組長である田岡和夫の企業舎弟で、白石組という企業は山口組とつながっていました。しかし彼は事業家として専念したいと思っていたようで、自分の代わりになる人物として山口組とのパイプに山本を推薦します。その後田岡が彼の手腕を認め、これを承諾したことで1956年に山本は山口組本家の若い主となりました。こうして彼は白石からの資金援助を受け、山口組で才覚を発揮したこともあり、たった1年で若頭補佐にまで出世します。また1959年には一時的に若頭補佐を退任し、自らを組長とする山広組を結成しました。そして白石から金銭的支援を受けたことで、この山広組は次第に規模を拡大していったのです。翌年の1960年には大阪で三代目山口組と名友会との抗争である名友会事件が発生します。これは田岡が歌手の田畑義雄さんをねぎらうため、大阪南にある社交クラブ青い城を訪れた際、名友会の組員に因縁をつけられたことが原因で勃発した抗争です。この抗争により山本は2年の服役を経験しました。また彼は山口組内で温厚な性格として知られ、1964年には若頭補佐に復帰し、若頭である地道幸男の右腕となり名を馳せていきます。しかしここから山本の出世街道は狂い始めました。1964年に警視庁が山口組の弾圧作戦である第一次頂上作戦を開始したことで、地道が逮捕され失脚し、後任の若頭だった梶原清春も1971年に水難事故で亡くなってしまったのです。こうして行われた次期若頭を決める選挙で、梶原に最も信頼されていた山本博史と武闘派で山県組を率いていた山本健一が名乗りを上げました。そして最高幹部会での投票の結果、山本博史は2票対4票で勝利します。しかし山本健一が田岡に直談判した結果、なんと彼が若頭に就任したのです。このようにして選挙で勝利したにもかかわらず、山本博史が若頭に就任できなかった理由には、山本健一が田岡のお気に入りであったことから贔屓されていたという理由以外にも、田岡が山本博史に対して疑念を抱いていたことが影響していたようです。これは第一次頂上作戦の時、地道が警察からの執拗な攻めに対して根を上げ、無断で山口組の解散を画策していたことがあり、その際に彼の側近として行動していたのが山本博史であったことが大きな原因でした。一方で山本健一は勝手な行動を取る地道の命を竹中正久と共に狙っていたとも言われています。また彼も田岡と同じ考えを持っていたため、投票結果を受け入れず自ら若頭就任を訴えたことで、見事山本健一は若頭に就任しました。
そのような中、1975年に山口組系佐々木組の組員が松田組系溝口組の鳥羽を荒らしたことをきっかけに、大阪を舞台にした大規模な抗争である大阪戦争が勃発し、なんと山口組組長である田岡が松田組系大日本正義団の組員である鳴海清によって銃撃されたのです。そこで彼は奇跡的に一命を取り留めたものの、全治2ヶ月の重傷を負ったことで、山口組は激しい報復に動き出します。しかし、山本博氏は最高幹部である若頭補佐の立場でありながらも、大阪戦争では消極的であり、組長である田岡の命が狙われたにもかかわらず、松田組との和解交渉を進めていたのです。これによって、彼は山口組幹部から怒りを買うこととなり、田岡からの印象も悪くしたことで、山本は指を詰めて、この件の責任を取ったようです。さらに、若頭補佐である、菅谷正雄が、大阪戦争中に絶縁されたにもかかわらず、菅谷組の解散や、自身の引退を拒否していた際には、山本が適切な処分を行う立場でありながらも、対応を先延ばしにしていました。また、2、3日待てが口癖だったため、竹中正久を含む、武闘派最高幹部の一部からは、あさってのヒロちゃんと呼ばれていたようです。そのような中、山口組では、新たな問題が発生します。なんと、1981年7月23日に、三代目山口組組長の田岡が、急性心不全で亡くなってしまったのです。また、後目を継ぐはずだった若頭である、山本健一も、大阪刑務所に収監されていたため、山口組は山本博氏を含む若頭補佐の8名で動かしていました。しかし、1982年2月に山本健一も病気で急逝してしまいます。こうしてトップ2を同時に失った山口組では危機的状況に陥り、暫定体制として山本博氏は組長代行に、竹中正久は若頭に就任しました。その後、山口組は山本派と竹中派に分かれ、4代目山口組組長の座をめぐって争うようになります。一方、兵庫県警は田岡3代目の妻である文子夫人を影の山口組組長と認識していたようです。これは長期間にわたって組長の座が空席であったことが原因とされており、田岡の射程で山本派である組員は山本に詰め寄り、4代目の就任を急ぐよう迫りました。これに応える形で、1982年9月5日の定例会で、彼は4代目組長選を行うことを表明しましたが、最終的にこの選挙は見送られてしまいます。実はこの時、竹中は賭博に関する所得税法違反の容疑で、神戸地検に拘留されており、この選挙が彼の不在を狙ったものであると、竹中派が激しく反発したのです。また、この竹中正久という男は、武闘派でありながらも、人情味があり、服役中の組員に対しては、空いた時間を見つけて、面会に訪れるなど、面倒見が良い性格だったそうです。さらに、物事の処理や、解決に向けては決断が早く、考え方も、田岡に似ている面がありました。一方、山本は、ヤクザ関連のトラブルであっても、金銭で解決しようとする傾向が強く、じっくりと考えるタイプであり、竹中はその態度に対して疑念を持っていたようです。しかし、前回の若頭選出に敗れたこともあり、同情票も多かった山本を4代目組長に推す幹部が多くいたようで、山本派が優勢とされていました。ですが、ここで文子夫人が介入し、当初、田岡の遺言はなかったと言っていましたが、徐々に態度を変えていきます。そして、1984年6月5日、彼女は定例幹部会で、田岡は4代目組長に山本健一を、若頭には竹中正久と考えていたため、山本健一が亡くなったのであれば、4代目には竹中が就任するのが筋だと主張しました。こうして彼はこれを受け入れ、最終的に竹中が4代目山口組組長を襲名することが決定したのです。また山本は文子夫人から、若頭として竹中を支えてほしいと頼まれましたが、彼はこの申し出を断ります。そして竹中4代目に納得できなかった鴨田組組長の鴨田重政を含む山本派は山口組から脱退し、新たに一和会を結成しました。その後、記者会見を開いて竹中の4代目継承に反対を表明します。こうして両者の対立は決定的なものとなり、
山口組が一和会に絶縁状を送ったことで、暴力団の歴史上最悪の抗争と言われている山一抗争へと発展しました。また一和会組員は6000人、山口組組員は4700人と、当初は一和会が上回っていましたが、山口組の切り崩しによりたった1年で組員が半減し、劣勢に変わってしまいます。そしてこの状況を挽回しようと、一和会系山広組の若頭である後藤英二を筆頭に竹中の暗殺を計画します。その後この計画は実行に移され、一和会系組員の暗殺部隊が竹中を愛人の住むマンションで、若頭の中山勝政、山口組幹部を務めていた南勤と共に銃撃したのです。しかしこの事件によって警察からは指名手配され、山口組からの報復の対象にもなってしまった後藤は、山本を含む一和会幹部と連絡が取れなくなったことから、身内である一和会からも相手にしてもらえない状況になってしまいました。また自らが率いる後藤組の吉田若頭も山口組系行動会に連れ去られてしまいます。その後身動きが取れなくなった後藤は警察に組の解散届を提出し、山口組の総本部に詫び状を送ったことで、後藤組全員がヤクザ業界を引退することとなりました。またこの時点で山本も山口組からの激しい報復を恐れたことにより行方をくらまし、一和会の幹部でも連絡が取れなくなってしまいます。こうして山本は一和会で手柄を挙げた後藤や若石を救えず、結果的に彼らを見捨てる形となってしまったのです。その後、一和会は山口組の構成の前に多くの離脱者を出し、さらに弱体化していきました。こうして一和会の副会長兼理事長を務めた鴨田も引退し、1989年3月19日には山本が警察へ自ら出頭し、自らの引退と一和会解散を表明します。また30日には稲川会で本部長を務める稲川裕光に付き添われて、山口組本家を訪問し、これまでのことを謝罪しました。こうして山口組の死者8人、負傷者17人、一和会の死者17人、負傷者49人、逮捕者は双方合わせて400人を出した山一抗争は終結したのです。しかしこの手打ちに納得していない人物がいました。その人物とは4代目組長である竹中正久の実弟、竹中武史です。彼は山口組を離れてでも兄の仇として山本の命を狙っていました。ですが山口組は友好組織である稲川会の仲介によって山一抗争を手打ちにしたことから、竹中4代目の実弟であっても山本を狙わせるわけにはいきません。こうして山本は引退後、山口組の力を借りて隠れ家や生活費を準備し、拠点を転々として生活していたようです。そして彼は竹中武氏に命を狙われ続けたストレスからか、病気にかかってしまい、山一抗争の終結からわずか4年後となる1993年8月に神戸市内の病院でこの世を去りました。また彼は亡くなる寸前も、懲役から帰ってくる若い衆が心配だ、誰がどのように出迎えてくれるのだろうか、そのことだけが気がかりだと言っていたそうです。一般的に山本に対する評価は高くはないとされていますが、鴨田は山一抗争の敗北により彼は過小評価されていると述べています。彼は山本と五分の兄弟分でしたが、年齢的に山本の方が上であるということもあり、一和会では山本を立てていました。しかし二人だけの時は対等の兄弟分として接していたようです。またそんな鴨田が一和会に参加した理由は山本からの半ば脅しがあったためと言われています。彼が後に自身の書籍として出版した列強では、実は山広が家に話し合いに来た時、懐に手榴弾を忍ばせてきとった。わしが首を縦に振らんかったら手榴弾のピンを離すぞというわけや。懐にそれが見えてな、山広はうんと言うてくれ、言うてくれなかったら爆発させるで言うとった。空極道やしいざという時の腹は座っとった。それくらいの覚悟は山広にもあったいうことやと述べています。また山本の世間からの評判についても、山広は抗争に負けた組長やからといろいろ言われとる。わしもそりゃ山本には思うところもいろいろあるで。仮に山広がボンクラやったとして、なんで三代目山口組組長代行とか
入れ札を山県とやるほどの地位につくなんてことになるんや、これだけは言うとかなあかんな、と述べていました。一方、現在の平和共存路線のようなヤクザ社会であれば、山本は組長として成功していたかもしれないと考える人々も少なくないようです。他の組織と良好な関係を築き、組織を維持できる力がある場合、抗争が頻繁に起こらないような状況では、山本の意思決定の速さなどは問題にならないと言われています。こうしたことから、山本は決して無能ではなく、彼のような経済ヤクザが活躍するには時代が早すぎたのかもしれません。今回は山本博士の生い立ちと彼の周りで起きた事件についてご紹介しました。皆さんの意見や動画の感想があればコメント欄でお待ちしております。また、この動画が良いと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。